テレビがこれを報道すると売れ行きが悪くなるので、ついにね、報道されなくなってきました。ただ、このように NHK と合法的に契約しなくていいっていうテレビも出てきておりますので、NHK をぶっ壊す！ NHK と契約しなくていいテレビの紹介で、このようにですね、NHK は、今年の4月以降ですね、罰金3倍。NHK そもそもがっぽりなのに受信料未払い、これはまあ未払いじゃなくて正確には未契約なんですけど、罰金3倍導入、闇金も真っ青の取り立てぶりということで、この人が NHK の新しい会長になった人です。稲葉さんという人ですね。簡単に言えば NHK と契約せずに訴えられると、まあ3倍の料金を払わなきゃいけないよみたいなことが書いてあります。でそこでですね、出てくるのがこのチューナーレステレビですね。NHK がですね、映らないテレビでありまして、まさにチューナーがついていません。アンドロイドテレビというものとも言えますけども、まあこれをですね、お安く、ちなみにこれ43インチです。ドンキホーテで売られてたような、売られてた、まあ売ってるのが今もかな。あれ相当小さくて、かなり今回大きくなっていて、画質もですね、4K です。これでお値段が、これですね、NHK 党のホームページご覧いただければ、37,700円。まあね、今、いろいろなところで売られてるようです。例えば、ニトリさんとか、エディオンさんで売ってるのかな。まあ、どんどんですね、これ、テレビがこれを報道すると、テレビの、チューナー付きのテレビの、まあ、売れ行きが悪くなるので、ついにね、報道されなくなってきました。テレビだけじゃなくて、ネットでも。ただ、このように NHK と合法的に契約しなくていいというテレビも出てきておりますので、YouTube 以外の、このような、Netflix であったりとか、Amazon プライムビデオ、まあ、TVer とかも入ってくるんでしょうね。ちょっと僕これ今、直ちにこれが、どういうものができるかっていうのはすぐ、僕もわからないですけど、このように YouTube 再生すると、ボタンを押すと YouTube がこのように再生されます。まあ、今、チューナー付きのテレビをですね、このスマート TV 株式会社に送っていただくと、引き取り証明書、いわゆるまあリサイクル券などもいわゆるまあ お渡ししていますので、まあ、合法的に NHK と解約できるっていうものも、サービスもあるようですので、ぜひですね、この NHK 等のバナーからも飛んでいきますので、こういう形で、スマート TV、で、この購入というボタンを押していただければですね、ぜひ、ね、スマート TV、チューナーレステレビですね、もう買ってですね、安心して NHK にお金を払わないということをしていただきたいと思いますね。もちろん、まあ、テレビある方はね、契約して不払い。そして、もうね、テレビ見ないという方は、このように、スマート TV に置き換えて、まあ、設置替えをされるのを強くお勧めします。以上です。NHK をぶっ壊す。